おはようございます。ゼロワンチャンネル定位いくつか分かりませんが、今日はね、桜井ちゃんの試合の応援だけになりますが、今はねちょっと自分の試合の動向などいろいろ考えてまして、まあ朝なんですけど、まあ、ちょっとお話ししようかなと。今はね WPA とマッチルームの問題でいろいろ起きてるんですが、まあ、どっちを選ぶとかそういう話ではなくね、まあいろいろあるんですけど、こっちがいい悪いとかね、まあ、政治みたいなもんなんですね、今ビリヤード業界で起きてること。まあ、それに関してね、僕なりの今、どうしても、まあ、腑に落ちないというか、納得いかないこともたくさんあるんですけど、まあ、プレイヤーとしてね、やりたいようにやっていきたいんですけど、まあ、それも含めてね、少し、まあ、この後にジャパンオープン、チャイナオープンって続いて、主演の方は出てくるんですけど、その後にね、ベトナムで3試合、ハノイ、ダナン、ホーチンミンっていう3試合か、ホーチンミンが一番最初なんですけど、WBA の試合があって、WNT、マッチルームの試合が2試合あって、まあ、この試合をどう出るか出ないか、まあ一つは全部出ないもあるし、一つはこっち側だけ出るっていうのは、まあまあでも大体自分の中は決まってるんで、まあ今すぐは公言しないですけど、まあそういうこととかが起きていろいろ考えているところです。まあ、ですがね、まあ、一番大事なのは、どう動くのかじゃなくて、球を入れて、競技者としてやはり、ね、どれだけビリヤードの技術の向上だったり精神的な向上だったり、それが一番になんだろうな、結果として現れる形をが何て言ったらいいんでしょうね、試合なんだろうけど、まあ今その状態ではないのかなと自分でも思うので、まだ少し充電じゃないですけど、練習期間だったり、整える期間に充てる可能性も、まあ多分そうすると思うんですけどっていうのが起きてるということを、ちょっと皆さんに、動画で撮った所存でございます。まあ元気ですからね、はい、スポンサー各家族みんなさん、応援ありがとうございます。なかなかね、今ね SNS 上で Facebook とかはね、特にね、ストライキしてる選手もいる中なので、なかなか投稿とかもあまりしてないんですけど、まあ、YouTube とか、まあ、Twitter に関してはね、ほぼ日本人の方しか見てないので、まあ、気軽な感じで、僕は皆さんに甘えてる形になるんですけど、喋らせていただいてますので、応援の方よろしくお願いいたします。ということで See you。桜プロはこれからキリーフィッシャーとラスト16です。頑張れ。おはようございます。ゼロワンチャンネル、ゼロワンです。おはようございます。世界選手権ニュージーランド編、残念ながらゼロワンさんは誰だ、勝ち負け、勝ち負け、タイだね。勝ち負けといえば確かに、まあそれはどうでもいいんですけど、ちょ内容が良くなかったんでね、帰ってちょっとまた新しいことに取り組みたいので、急遽、飛行機を変更して早く帰ろうとしている所存でございます。さくらプロ、まあ、あと健吾は負け負けやったけど、まあ、カルロに大善戦して勝てそうだったから、まあ、健吾なりにしっかりなんかしたんじゃないかな。でさくらプロの、さくらプロおしゃべってください。お礼を取りながらで、さくらプロはラスト16で終わりました。いやーでも、まあそこまでとりあえずまずいけたことは褒めたいなと思う。そうだね、そうだね、間違いない、うん、そこからはねやっぱね、もうちょっと磁力が必要だよね。そうだね、うん、レベルがちょっとハイになってくるから、うん、まあでも気持ちも折れずにね、集中力も切らさずによく頑張ってたと思う。そうですね、まあでも試合せえへんかったらね、分からへんから。そうね、なんかいろいろ自分の中で分かったことがあるから、こっち思ったこととか、まあよかった、ね、まあ最近調子が悪かったからね、まあ、調子っていう言葉もちょっとどうかと思うけど、調子じゃないんだよね。調子じゃないな、あの俺が思うビリヤードとか人生はこう常にバロメーターがあって、いい時も悪い時もあるから、うん、俺なんかはどうだろうね、うーん、波に乗ってくスタイル何それどんな大きな波でもちっちゃい波でも乗ってくスタイルだから、うん、悪い方にも乗ってくし、いい方にも乗ってくから、
まあまあ楽しくやってますけど、まあだから、まあ、調子というのではなく、それをコントロールしながら、まあ落ちてても調子悪いなりに頑張るし、いい時はいいなりに気をつけながら頑張っていくのが、まあいいんじゃないかなと思いますけどね。次戦は、帰ってジャパンオープンか、僕も桜プロも、ケンも、ヨッピーも、まあジャパンオープン終わって、チャイナオープンという感じで、まだ01のチャンネル更新、ちょっと続きます。以上です。桜プロ、何か言いたいございますか？お楽しみに。バイバイ。顔パス。初日からだよね、もう初日からだよ、完璧だよ。